どうも皆さん、こんばんちは。唐揚げ大好きアリケンです。今回も丸々していきますって言えばいいの？了解。はい、どうも皆さん、こんほんまこいつ、おい、おい、今俺がお前挨拶しようとしてたのに何とつかけてきとんや。え、まだすか？ちょっとさ、俺の挨拶考えてくれない？とりあえずカメラつけてよ。カメラ、うん、君はもうカメラをつけないともうダメだ。あ、間違いだ。久しぶり。挨拶か。君、動画に上がってたよ、マジシャンの動画に。え、上がってました？うん、一番最後のだけで君の顔の下からね、うん。あらら、恥ずかしい。今日はタンクトップ。やった。今日もタンクトップだね。もう皆さんのことは裏切りません。すごいね、3月だよ、まだ寒いで。見てみ、俺なんてパーカー着よるで。寒くないの？いや、なんか寒くないですよね。あ、寒くない。まあ、ミートテックで。あ、やっぱね、ちっちゃい頃のデブってあったかいよ。でもね、年取ってくるとね、割と寒くない。で、今日はどうしたの？今日はちょっと僕小学校3年生の頃に、うん、担任だった先生が、授業中に怖い話をしてくれたんですよ。怖い話を。そういう系来ちゃう。まだそういう人いないよ。その中で、うん、1個結構印象に残った怖い話が一つあって、はい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 、もうちょいカメラした、もうちょいカメラしていいですか？あ、もうそんぐらい、それがいい、それがいい、それがいい。その怖い話が怖かったら、うん、フォートナイトのフレンドになっていただきたくて。いいよ、怖かったらいいよ。いつか、もう俺が縮み上がったらいいぜ。じゃあ、いいっすか？え、もう俺は相槌とか入れずにもう黙って聞いてていい？はい。あ、わかった、もうじゃあ任せるわ、どうぞ。あるところに、はい、帰宅待ちの男性、あ、帰宅途中の男性が一人最寄り駅から家に向かっていました。はい。すると家の近くの路地に差し掛かったところにマンホールが一つありました。はい。その時刻は夜の7時午前です。なのにその上で女の子が一人キュー一人でずっとジャンプをしていました。ジャンプしてたか。男性はその女の子が何をしているのかと思い、女の子に話しかけてみました。お嬢ちゃん、もう7時だよ。何してるの？キュー。女の子は答えず、ずっとマンホールの上でジャンプをし続けます。何しねえ、お前ちょっと気になるな、僕も飛ばしてくれへん？キュー飛ぶ？うん、ちょっと飛んでもいいかな。男の人はマンホールの上を譲ってもらいました。そして少女と同じようにキューえ、これが何が楽しいの？するとズッ、マンホールが横に溶け出され、マンホールが横に移動され、男の人はそのままな穴の中に落とされてしまいました。すると女の子はすぐさまマンホールの蓋を元に戻して、次はジュいつまでもいつまでも数え続けるのでした。お前の顔で話一切頭に入ってこんわ。なんだよこいつ、本当に顔映ったけど面白すぎるやろ。やばいやばい、今のは強すぎる、あの子やばい。